はい、たくさんこんにちは。今回の気になる男シリーズはついに第15話となりましたね。15話結構いいペースでやってきてるんじゃないですか。で、たかさんもこう短い動画をたくさん作るってわけじゃなくて、しっかりとした内容のある動画をスライドショーをまとめてやってますんで、すごく話がねスムーズだと思いますよ。で、それを前提とした上で前回の動画をちょっと今回振り返ってみようかと思うんですね。いろんなところをちょっとねチョイスしてみたいんですけども、そうですね、お金がない時のお金の払い方についてですね。例えばね、本当にこれタカさんがね、速稼塾塾生でもないのに、入塾してもいないのに、本当にこのやり取りを続けていいんだろうかとかね、塾生じゃないのにすいませんって気持ちがあるんだったら、やっぱりね、きちんと速稼塾の、費用を払って参加するってことはできるんですよ。まあでもそこはね、もう余力がないって話だったんで、そこでなんですよ。知恵を使わないといけないんですよね、ここは。ビジネスっていうのは交渉の連続じゃないですか。ですんで、入塾をしたいんだけども、こういう事情でお金がないと。お金がないからどうすればいいでしょうかっていうのは交渉で、いろんなプランを作っていってですね。例えば、後払いにしますとか、なんか、儲かったら払うみたいな言い方もあると思いますしね。で、私の速稼塾っていうのは30万円するんですけども、実は30年ローンの支払いが可能なんですよ。具体的に言うと、初回で1割、3万円の入金をすれば、もうそれは入塾 OK なんですよね。残りの27万円は、30年の間に年間1万でもいいし、月に1万でもいいし、30年後に27万でもいいし、それは自分でプランを立てて払えばいいと思うんですよ。で、実際私の速稼塾には生活保護の方も200人ぐらい在籍してるんですよね。生活保護その他でお金がない方。どうやったら参加できるのかってことをお話しましょう。それは交渉なんですよ。いや、私はこういう事情でお金がありません。でも、速稼塾にかける思いがあるんで、参加はしたいんですと。で、3万円も今はぶっちゃけないんですと。でも、ただってわけにいかないので、私は1週間食事を我慢して、ここに1500円作りました。この1500円でとりあえずいかがでしょうかというふうな交渉はできると思うんですよ。あとね、3万円の頭金すらない方が、6分割で5000円ずつ払いますんで、とりあえず入塾を先にさせてくださいという交渉をすることもあります。まあそういうふうにね、ビジネスっていうのは、交渉と熱意の連続ですから、どうやって物を売るのか、どうやって物を買うのか、これはですね、ひとえに自分の交渉力とかコミュニケーション能力とか、それから知恵とかね、工夫とかによると思うんですよ。で、速稼塾に入るときには、最初にそれがカリキュラムだと思って参加するというやり方もありますよね。お金がない状態でどうやって先行して入塾をもぎ取るか。で、こういったこともカリキュラムの一部だったりするわけですよ。まあですんでね、私の速稼塾には高校生も参加してます。高校生の子が当然3万円ありません。でも、私の方に交渉してきてね、で、たまたま近くだったんで、岡山だったんで、お会いしたんですよ。私の方が出かけて行って。で、そしたら彼はね、自分のお小遣いで払えるのは3000円が限度ですと。でも、速稼塾で学んでいきたいんで、ぜひね、この3000円で入塾させてくださいというお話をさせて、聞かせてもらいました。で、さすがに高校生からもぎ取るようなことはできないので、分かったと。じゃあ、両親を呼んでくれと。で、両親と一緒にお話しして、私のこともちゃんとお話しするし、何もね、30万をもぎ取るつもりはないと。もう、この高校生の子は、あと1年ちょっと経てば、社会人になると。まあ、高校卒業まで2年生のね、秋だったんでね。だから、それからでもいいじゃないですかと。そして、その時にどうしても払いがきつければ、別に私はね、じゃあ、この子から3万円、30万をもぎ取らないと、どうにも困るわけではないので、あとはもう、善意に任せましょう。社会勉強だと思って、本当に自分が稼げる人間になって、きちんと義理を果たすのか。残念ながら、お金の余裕が、やっぱり社会人になってもできないから、ごめんなさいで済ませるのか。それはどっちでもいいじゃないですか。ということでね、ご両親にも了承をいただいて、結局支払いは月に1000円ってことにさせてもらいました。月に1000円だったらさすがにね、払えると思いますんでね。1000円払うために社会人になって、どうしてもお金がないんだったら、昼飯一回抜けみたいなことはね、さすがに言えると思いますんで。まあでも本当にご両親の方がそういった私の姿勢を買ってくださってね、ビシビシしごいてくださいということだったです。今でもね、きちんとカリキュラムをこなしてくれてます。そういった高校生、もう今ではね、社会人2年目になってますけども、そういった子もいらっしゃってね、そういうふうな交渉することが大事だよとか、時には、両親を呼んでね、で説得をしていくとか、両親が後ろ盾になって、でも代わりに、お父さんお母さんに払えとまでは私は言いませんでした。あくまでもこの子が稼ぎたい気持ちがあるんだったら稼げるようになるから、どうやっても就職してみてもアルバイトしても稼げるようになるじゃないですか。それで自分の暮らしに余裕があったら返済をちょっとずつすればいいんじゃないですかと。それこそ難しくっても月に1000円は返せるでしょうという話なんでね、まあ、そういった形で交渉をお勧めしました。だからまとめて言うとね、
お金がない時のお金の支払い方って結構あって、例えばその例えばですよ、これはそうしろってわけじゃないんですけども、タカさんって塾を売るわけじゃないですか。で、速稼塾のリストに売るわけでしょ。あの一部はですよ。そしたら売れたら払うっていう言い方も立派な交渉だと思うんですよ。そしたら売るために気合もあるし、正々堂々とできると思うんですよ。いや、私はね、タカさんにどうしても速稼塾に入ってもらって、お金をくださいって言いたいわけじゃないんですよ。それはどっちでもいいんですよ、はっきり言ってね。でもシンプルに考えて、速稼塾塾生さんとか、それからドリアカ生さんとかね、それからナミさんの舞姫大学、これ速稼塾のことをご存知の方も結構多いんですよ。その中でね、速稼塾に入っている人の方が売れやすいっていうのはちょっと想像できませんか。というのが、速稼塾塾生さんとか、速稼塾に参加した方、ドリアカ生さんとか、舞姫大学に在籍している方、お金を払って在籍している方が客観的に見て、あれ、速稼塾に入るお金もないんだ、そういう人から商品買おうかな、どうしようかなって思っちゃうかもしれないんですよ。その可能性はあると思うんですよね。でも同じ塾生とかね、同じ目線の方っていう風に考えると、まあ同胞意識があるんで、ちょっと祝儀代わりに買おうかなっていう心理も動くかなと思いますし、そういう心理が動くようにこのやり取りもできると思うんですよ。まあそういった意味で、全てね、タカさんに有利なんじゃないかなと私は思ってるんですよ。ですんで、タカさんにどうしてもね、速稼塾入ってもらわないと困りますよってことは全然ないです。冒頭でも言いましたけども、タカさんが入って私の資産がちょっと増えたからといって、まあ確かにね、ありがたいんですけども、それによって大きく私の暮らしが変わるかって言ったらそうでもないんですよね。はっきり言ってね。でも意識は間違いなく変わるじゃないですか。それは私の意識もタカさんの意識も、それを見ている人の意識も変わるんですよね。そういうことがありますんで、最初に吉谷さんにね、このやり取りをしていいのか許可を取ってほしいなと思ったのは、結局吉谷さんがタカさんを教育してんのに、私が横から出てきたみたいな、しかも入塾を進めてたみたいになったら、なんか横取りみたいで、まあ、感じが悪いとはね、吉谷さんは思わないでしょうけども、でも客観的に見てちょっとね、不細工になってくるんですよね。ですんで、私はそういうつもりは全くないけれども、状況を良くしようと思ったら、形だけでもね、速稼塾に入るっていう形にした方がいいのかなと思います。もちろん速稼塾の中にも膨大なカリキュラムがありますので、本当に塾に入ってね、あれこれカリキュラムをこなす暇はないと思うんですよ。まあ、でも一つの交渉のカードとして、所属の欲求っていうんですか、同じチームから物を買いたいっていう風なバイアスは働くんじゃないかなっていう風に思いますんで、まあ、これをちょっと頭の隅にタカさんが入れていただければいいんじゃないかなと思います。で、次ですね、あと最低限の暮らしっていうことについてももうちょっと掘り込んでいきましょうか。最低限の暮らし、タカさんはいいでしょうけども、タカさんに暮らしをお任せしている奥さんとかね、それからお子さんはどうかなって考えるんですよ。同じように最低限の暮らしでいいと思ってるのか、それとも時期が変われば気持ちが変わって、もっと新しいことしたいなとか、例えばね、奥さんは月に1回でもいいからロマンチックな外食がしたいかもしれないわけなんですよ。で、それを我慢してるかもしれない、ね、家計のこと考えて。そういうことを想像してみたりとか、あと月に1回ぐらいはね、奥さんに素敵な服をプレゼントできたりとか、一緒にショッピングできたら素敵じゃないですか。ね、じゃあ女性としては、結婚したらね、独身の時よりも状態が良くなる、状況が良くなるって期待してると思うんですよ。だからそれを支えてくれそうな男性と、なんかね、一緒になることを決めるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、その期待に言葉では言わずとも察して応えていくっていう風な生き方、男の子にはちょっとね、そのぐらいのかっこよさはあってもいいのかなというところなんですよね。やっぱり女の人が喜ぶ顔って見たいじゃないですか。それがしかも人生を共にすると決めた自分の家族、奥さんだったらもっとですよね。そして自分の子供が喜ぶ姿、選択肢を親が広げてあげるっていうんですか。そのためにはやっぱり最低限の暮らしを送っているようでは、選択肢は最低限の選択肢しか持たせられないんで、やっぱ少しでも余力を作って稼ぎの幅を広げてあげて、それによって子供が望まなければね、別に何もしなくてもいいんですよ。子供が望んだ時に、はいどうぞっていう風な道を開いてあげれるようなね、そんな親になってあげると、最近は親ガチャみたいな嫌な言葉もありますんでね、ああお父さんでよかったみたいな感じになったりとか、この家族でよかったみたいになるのかなと。どうしても子供は社会を見ながら親を見ますから、そうなると、なんでうちだけこんなに貧乏なんだろう、恵まれてないんだろう、物分かりが悪い親父なんだろうって思っちゃうわけなんですよ、ね、基本的にうちのお父さんお母さん最高って思い続けてくれる子供はいなくって、どうしても社会では自分の家よりも羨ましいものに出会うわけなんですよね。で、あれ買ってこれ買ってってもしかしたらお願いするかもしれない。その時に、あ、いいよどうれっていう風のか、それともちょっと難しいなって感じで、方便としてね、しつけのためにみたいなことを言うのか、
どうなんでしょうかってことがあります。ですのでやっぱりね、最低限の暮らしで自分はいいかもしれないけども、家族をそこに巻き込んでいいんだろうかってことですよね。やっぱ最低限よりも中級クラス、人並み、それから人よりもっていうところが人にはありますんで、それをね、見せびらかすわけでもないですし、ことさらにひけらかすわけでもないんだけども、選べるようになっておいてもいいのかなと思うんですよ。ね、小中倍、どれでも選べるような、そんな余力をね、作っていってもいいんじゃないかなと思います。まあ、まさにね、そのネットでビジネスをするっていうのは、それができる世界に来たわけですから。サラリーマンはそれ難しいんですよ。サラリーマン暮らしは。やっぱり決められた時間があって、決められた休日があって、決められたミッションがあって。で、やっぱりね、すべての仕事の材料っていうのは与えてもらわないとできないわけなんですよ。だから、稼ぎにもアッパーができちゃうんですよね。でもやっぱりこう、自由に生きる、フリーランスでやる、ネットビジネスを自分でやるともなると、収益は求めれば天井知らずなんですよ。そして作業も工夫次第で減らすこともできるし、増やすこともできる。まあ、例えば私は FX の専門家として6年やってますけども、FX のその毎日にかかる時間ってほんと少ないですよ。朝5分ぐらい、昼やっぱり5分ぐらい、夕方に10分ぐらいって感じで、どう見積もっても1日の間に FX って1時間もやってないんですよ。でもやっぱり3万から5万の収益をコンスタントに平均したら生んでくるわけですかね。時には一発で100万みたいな日もこの半年間にはありましたんで、FX の魅力ってのは、その商品作らなくてもいい、集客しなくてもいい、セールスをしなくてもいいっていうね、まさにビジネス苦手な人にはもう願ったり叶ったりなんですよね。しかも FX っていうのはもう基本的なテクニカルっていう考え方がもう確立していて、それを覚えるだけなんですよね。本当に覚えるだけの世界。しかも覚えることたくさんあるかそんなないわけですよ。本当にね、3ヶ月ぐらいあったら一通り舐められるんで、あとは深さをね、追求するために、まあ1年ぐらいしっかりやればビジネスよりも早く結果が出て、しかも FX で勝てるようになると、それからの人生全部勝ちですからね。同じ理論理屈でやっていけるわけなんで、新しい技術とか生まれませんから FX は。本当にそういう意味ではと、ビジネスっていうのは商品を作り続けたりとかセールスし続けなくちゃいけないんですけども、 FX っていうのはもうそういうのが全然ないわけなんですよね。もう一回勝てるようになったら、それこそね、FX って買いか売りかしかないんで、超反爆地みたいな感じなんですよ、単純に言ったら。でもちゃんと勉強すると、その五分五分の超反爆地を6対4ぐらいにできるんですよ。6割勝って4割負けるぐらいにできるんですよね。そうなると差額の2割で勝ちっぱなしなんで、あとは資金を投入する量を増やせば利益もでかいしって感じで、少ない資金だと確かにいつも勝ってるんだけども、毎日収益が100円ですみたいな世界になってくるわけですよね。でも単純に毎日100円勝てるようになると、 FX で資金量を例えば100倍にすると毎日1万円勝てる世界になってくるわけなんですよ。まあ、そういうふうに考えると、ビジネスだけが稼ぐ方法じゃないし、FX を必ずしもやれってわけではないんだけども、じゃあどんな情報を発信するのかってことに関してね、FX のやり方とか基本的なキーワードとかっていうのを教えていくのも、アクセスが非常に高まったりとか広告収入が高い部類に入るんで、結構ね、 YouTube 活動してるんだったらコンテンツビジネスやり方もものすごくいいんですけども、投資のお話をすると、投資の動画につく広告料って高いんでね、そうなると将来的に広告収入が上がった時にはものすごくレバレッジが効くってことにもなりますしね。まあでもチャンネル登録1000人とかの壁がありますんでね、今投資の話をベラベラしてもしょうがないかなっていうところはあります。まあでもね、本当にね、最高の暮らしとか理想の暮らしを、やっぱり選択できるんだったら女性でもお子さんでも求めるはずなんですよ。で、一家の主が最低限の暮らしでいいっていうふうに蓋をしちゃうと、やっぱり家族はそれなりにつましくいけると思いますけども、でもね、まだ皆さんお若いと思うんですよ。タカさんが40でしょ、奥さんがもうちょっと若いのかなと思いますし、お子さんもまだまだね、先がある身だと思いますから、最大限の可能性を成長期にドーンと与えておけば、素晴らしい選択肢の中から自分のベストな生き方を見つけると思うんですよ。でも余力がないと、最低限の暮らしだと見てるものとか体験するものが限られてるんで、後になって、ああ、あの道があったのかって気づくこともあるんですよね。例えば私はね、官僚になりたかったんですね、今思えば。東大に行って官僚って道が私だったらベストだなと思ってたんですけども、それ小学校、中学校の時に思いつかないんですよ。ね、官僚なんてのはどこにいるのって感じで、官僚の彼女も知らなかったですから。それから、やっぱりこう、うちはサラリーマン家系だったんで、見聞が広く持てなかったですよね。それを恨んではいないんですけども、やっぱり海外に留学して、例えば、どっかのね、シンガポールの発展を見ていけば、これからは海外の時代だなっていうふうに考えられたかもしれないけども、残念ながら
日本で暮らしていて限られた近所とか同じ顔の人たち同じ年代の人たちとしか付き合ってこないから同じような考え方になって社会に出るわけですよね。だから結局はみんながやってるからみんなが言ってるからっていう思考が安全牌に見えてきて実際社会に出たらそうじゃなかったっていうどんでん返しを食らってね、みんなと同じことをやるのが協調性であり集団活動だよって教えられてきたのに時代はですね私が社会に出た時には代わりの効かない人間になるとつまり自分にしかできない仕事をしろっていう風に変わっちゃったんですよ。そりゃねえだろうと。だってみんなができることを自分もできるみんなができないことはできなくても大丈夫っていう風に育ってきたのになんかねみんなができないことを自分だけができるようにならないと差別化が図れないみたいなねパラダイムシフト価値観の変化が起きちゃったんであちゃーって感じだったですよね、まあそれは私の体験でもありますんでねこの辺にさせていただこうかなと思いますけども、まあでもねなんていうんですかねコストってのはビジネスをやるとかかるもんなんですよね。電気代とか通信代とかってかかるじゃないですか。パソコンを買うときはパソコン代がかかる。で、情報っていうのは今無料で手に入れることができるんで、大半は無料で買えばいいと思うんですけども、そうですね。こと、人っていうのは、コストをかけてもいいのかなと思うんですよ。特に、この人は信頼できるなとか、この人はためになるなと思ったら、やっぱりコストをかけていくっていう形をビジネスって呼ぶんじゃないかなと思うんですよ。それは自分が誰かからお金をもらうときっていうのは、お客さんですよね。お客さんは自分にコストをかけてくれた。だからコスト以上のパフォーマンス出してあげないとなっていうふうになると思うんですよね。でも、コストがかかってないと、どんな小さなことをやってもプラスでお返しすることができるんで、ともすれば、あまりこう、責任とか意欲が湧きにくいってことにもなるのかなと思うんですよ。だから私はね、これはね、タカさんに押し付けるわけではないんですけども、人にはコストをかけてもいいのかなと思うんですよ。人にはね。それから家族に対してもコストをかけるでしょ。大切な人にもコストをかける。例えば、冠婚葬祭ではね、やっぱりこう包むわけですよお金をねそういうのもするしお中元お歳暮っていう文化もね私はあんまり守ってませんけども古来日本にあるのはやっぱりコストをかけて人との関係を紡いでいったっていうことなんじゃないかなと思うんですよ。まあ時代は変わるんでねお金っていうコスト以外にも、なんか労力とか優しい言葉とかね気づきのある情報とかっていうのはいろいろあると思いますけどもね、まあ人にはコストをかけてもいいのかなっていうところですね。で、そういう姿を見たら、あ、この人はビジネスものすごく洗練されてるなって感じで、じゃあ安心して買えるよねっていうふうになるのかなとも思うわけなんですよ。まあこれはね、前回14話でタカさんが送ってくださった動画に対して、まあタカさんの考え方もすごくいいんだけども、こういうふうに見ることもできるんじゃないかなっていうふうなね、別の視点をちょっとね、加えてみたってところですね。はい。で、今回、お話しようと思った内容っていうのは実は今全然話してないんですよ。前回ね、次回はこういうことを話すつもりでいますよっていうふうにちょびっと話したと思いますけども、それは改めて次回にしましょうかね。多分今回お話したことを下地に考えていただくと次回お話しすることも多分受け取りやすいと思いますんで、ということですね。はい、じゃあちょっとまとめましょうか。お金のない時のお金の払い方っていうことを冒頭でお話しました。それからしつこいようですけども最低限の暮らしで自分はいいけども一緒に暮らしてる人も最低限に巻き込んじゃうのってことですよね。で3つ目は人にはコストをかけてもいいんじゃないかなってことですよね。で今回ナミさんとかねそれから吉谷さんとかそして私も僭越ながらこうやって動画リレーに参加することになってその真ん中にはタカさんがいます。タカさんにしてみればものすごく美味しい状態です。総リスト数って多分ね2万とかでしょこれね。2万人のリストに対して今発信してるわけなんですよ。ですんでキーワードとかサムネイルが良ければ何千回転何万回転を拾うこともできるんですよ。そのチャンスに今います。おそらくチャンネル登録が私が一番多いんですけども多分ねチャンネル登録1万人の動画のリレーっていうのは生涯やることがないと思います。これからも1万人の規模になるともう誰も取り合ってくれないと思うんですよ。で1万人になると私の方は10万人とコラボしたわけなんですよ。お金を払ってでも、まあ、そういった関係になりますんで例えば1万人の人が100人とか300人とかの人とコラボしてもいいことはないばかりか自分のリストが流れるだけなんですよね。単純に考えてまあでも私はそういうことをケチケチ考えないんでチャンスがね、もしねつなげるんだったらどんどんやっていこうと思いますし、まあ、そもそも私はそのビジネスをガンガンやらないと困るような立場ではないんでもっと余裕を持ってやっていけるかなってところなんですよ。ちょっとこうかっこいいこと言えばビジネスはもうマスターしましたん で今投資の世界にいるわけなんですよ。ですんでこれは次回の動画のヒントになりますけども私はね何か物を売ろうと思ったらすぐなんですよ。ただそれをしないんですよね。売ろうと思ったらほんとすぐですよ。じゃあ商品作ってはいプロデュースしますとか言ったら自分の商品どんどん売れていきますからリストが1万4000件もありますんで、ね、メルマが2万件もありますんでその培った自分のリストに対して
商品を売るときっていうのは、まあ当初はねあったんですけど、今は投資っていう世界にいますんで、投資に興味がある人に対してはFX オリガルヒみたいな商品は売ったりしますけども、そうじゃない方には、まあ、できるだけねコストのかからない状態で無料同然でどんどんお分けしていこうかなと思うんですよ。そのプラットフォームとして最低限速稼塾に入ってくださってる方っていうふうにはしてますけども、まあそれもねなんか役に立つんだったら誰に対してもいいかなと。そして本当にすごいなと思ったら、私が何もしなくても勝手に速稼塾入ってくれますし、そのぐらいの力はあると思いますんでね、現在のところ速稼塾の塾生さん1000名を超えて、世界14カ国に生徒さんがいらっしゃいます。アフリカ大陸以外に生徒がいる感じですね、うん、ですんでね、結構これが一つの自信にもなっていますし、それこそ反応は毎回多いわけではありません。なぜなら私の話題っていうのはすごくニッチだからなんですよ。だからパンを食べてるところとかね、子供と遊んでるところだっていう風にあんまり人の気を引かないようなやつも遠慮なく上げてますんでね。ですんでアクセスが集まる時っていうのは本当に滅多にないと思います。それはアクセスを集めたいと思って私が意図的に動画を編集して作る時に限られてると思うんですよね。もうそんなことほとんどしなくなりましたけども、ということでね、いろいろとお話ししましたけども、次回にまたつなげれるような返信が来るといいなと思ってます。じゃあ頑張ってください。夕食が始まりますんで行ってきます。